こんにちは、バンザブローです。久しぶりです。ちょっと間空いちゃいましたね。かなり空きましたかね。途中ちょっとショート動画お遊びのやつ出したんですけど、動画撮れないと言いましたね。というのもちょっといろいろあって、人生生きてるといろんなことあるもんで、そういえば全然関係ないんですけど、この今から曲がる、この右側に曲がる道、今週末8月の25でしたっけ、北海道マラソンが行われるルートになっている道路ですね。あの YouTuber のいつも見ている福井県にお住まいのカズさんが来て走られるということで、当日見に行こうかなと思っているんですけど、ちょっとどうなるか分かんないですね。それは置いといて、久しぶりに札幌晴れましたね。昨日は曇りで雨が降って、気温何だったかな、最高気温で25度とかだったんで、すっごい過ごしやすいいい日でした。ただあのちょっと湿度があったかな、最近あの札幌湿度が高いんですよね。北海道らしいカラッと晴れたっていう夏じゃなくて、なんかジメ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 して、気温もそれなりに高くて、走っとられる方いますね。気温も今年は34度まで行ったかな、最高気温。今週末また32度ぐらいまで上がるっていうんで、ちょっと心配してるんですけど、どうなりますか。32度で雨だったかなの予報でしたね。で、なんで動画最近ちょっと出せないでいるかっていうと、一応あの7月中ぐらいまでは普通の生活してたんですけど、で、あの動物園、丸山動物園に妻と遊びに行ったりして動画撮ったりしてたんですけど、なんかね、その後いろいろありまして、まずあの同級生、高校の時の同級生がちょっと病気で急に亡くなったもんで、かなり衝撃受けまして、正月かな、年賀状のやり取りで元気かいっていうようなやり取りしてて、だいたい元気だよ、そっちも元気かいみたいなことしか書いてないんですけど、年賀状で、大丈夫なんだろうと思ってたら、なんかその後体調崩して入院して、鉄線ちょっと越えてから無事停止します。体調崩して何月かな、6月の末ぐらいからちょっと容体悪いつんで、一回顔を見に行ったんですけど、ちょっともう昔の面影ないぐらい痩せちゃって、一応ね、大丈夫だ、お前なら乗り切れるからみたいなことを言って励ましてたんですけど、ダメで、7月の末かなに奥さんから亡くなったんだっていう連絡を受けて、さすがにね、なんか同年代っていうか同級生なんで同じ年なんですけど、亡くなる、病気で亡くなると、ちょっとね、さすがにそういう年になってきたのかなと思って、子供ももう独立してそれぞれ社会人として頑張って家庭築いてやってるんで、残された奥さんだけがちょっと心配なんですけど、子供がきちんとしてくれるでしょうという感じで、ちょっと精神的に落ち込んでたんですよね。
まあ、ちょっとあの動画作るのもなって感じで、で落ち着いて8月に入ってお盆前に車中泊行こうと思って車中泊の予定組んでたら台風何号でしたっけ7号6号とかが来るってことで、ちょっとその日予定してた日直撃北海道みたいな感じだったんで、これはダメだなと、まあ行って車中泊だけするならできるんですけど、一応あの家族がね残して外遊んで歩いて万が一台風来て何かあったら困るなと思って一応キャンセルして、お盆の後半またなんか天気良かったら行こうと思ってたんですよね改めて。そしたら、うちの母今年で83なんのかな、83なる母がちょっとなんかおかしくなっちゃって、いわゆる認知症ですね、認知症みたいな症状が出ちゃって、3日ぐらい前に話してたことも全然覚えてなくて、でそんなこと私言ったかねみたいな感じになって、前からちょっとなんかあの物忘れみたいのはあるなと思ってたんですけど、今回完全になんか言ったことを忘れて、約束してたことも忘れて、いうようなそんなような状況で、あれは妻とあのおかしいね、ちょっといよいよかねみたいな感じで、ただあの別にあのその後特段変化もなく普通の生活して、まあ、体も丈夫で日常生活は普通に送ってるんですけど、ただ記憶がね、あのエアコンのつけるのとか消すのとかも何回かあの暑くなったらここのオンやって調整して消さないで、消しちゃうとまた暑くなるからスイッチ電源切らないで温度調整してやりなさいよみたいなこと言っても、なんか寒いとなるとすぐバンってメインのスイッチ切っちゃったりして、何回かそれ言ってるんですけど、それも覚えられないみたいで、ちょっと言うとこの間教えたでしょみたいなこと言うと、いや聞いてない、覚えてないみたいな何なんですかね、いわゆる、ま、よく言うまだらぼけっていうんですかね、覚えてることと覚えてないことある感じで、そろそろあの一回脳神経外科っていうんですか、まあ なんていうんですか、ボケ外来っていうのかな、そういうとこ一回行かないとダメだなって妻と話してるんですけど、そんな中ね身内がちょっとあの引っ越しすることになりまして、近所にうちの近所に引っ越してくれってことになって我々はそれは大変だって言うんで、9月の来月ですね、来月もなんか引っ越し手伝いとか、まあ近くから、近くって言っても車で30分40分ぐらいのところかな、引っ越してくるっていうことなんで、引っ越し業者使わないで引っ越ししたいんだよねみたいなこと言われて、じゃあ手伝うわってちょっとお盆のお酒飲んで昨日よくやってる時にまあ何もそんなの業者頼んだら金かかるから、お金かかるから手伝うわっつっちゃったのが運の尽きというかいいふりしちゃって、したらなんか結構な、まあそんな結構な量の引っ越し荷物があるみたいで、来月あのなんか連休2回ありますよね、2回連休のところ丸々使って引っ越しするみたいなこと言い出してあれ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 、これはまた車中泊行けなそうにないなと、
いや、かわいいね。運ばれてんね。バイバーイ。かわいいね。な感じで、ちょっとね、プライベート、まあ、この動画撮ってるのがプライベートじゃないかって言ったらどうなのかなって気してるんですけど、プライベートがバタバタしてまして、仕事もまあそれなりに忙しいし、いろいろ予定が立て込んできて遊んで歩けなくなっちゃってるんでっていう感じなんです。まあそんな話どうでもいいですよね。見てる人にしたらそれはあんたの都合でしょと、なんか面白い動画出せようって思っておられる方が大半だと思うんで、こういう動画は特にあまり重要なくて、再生回数もそれほどいつも再生回数伸びるような私の動画チャンネルじゃないんですけど、さらに動画伸びない件数っていうか再生件数回数伸びないんで、手の込んだ編集もしないでそのまま出してると思います。という感じで、ちょっと遊んで歩いたりできないんで面白い動画出せないと思います。まあ、10月になればちょっと落ち着くかなって思ってるんですけど、9月もねさすがにちょっとは息抜きしたいなとは思ってるんで、その時には動画作れたなと思っています。すいません、楽しみにしておられる方もしおられたらごめんなさい。そんな感じだったんで、まあ、今日は天気いくという方ですね。この後今外の気温計27度、まあ、最高気温も28度ぐらいなんですけど、今日はちょっとカラッとしてて割といい天気です。ただ明日からまた雨予報かなになるんで、今日一日だけの晴れ間です。はあまり長くなっても仕方ないんで、この辺にしておきたいと思います。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録、評価、コメント等いただけると嬉しいです。以上、ボンザブロでした。それではまたしたっけね。いや、ほんと久しぶりに、本当に久しぶりに晴れましたね。最近3日と晴れる日続く日がなくて、曇り雨雨晴れ曇り曇り雨雨みたいなそんな日がずっと続いてたんで、久しぶりの青空で気持ちいいです。